ではお時間になりましたので始めていきたいと思います。毎週水曜日の午後6時から配信しております株式会社アイルワールドのライブセミナー、本日はポルトガルのゴールデンビザのアップデートについてお送りしていきたいと思います。株式会社アイルワールド代表の大森さん、同席いただいております。大森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。40億円投資家ビザコンサルタントの大森です。いや、今日はですね、とうとう間に合うか間に合わないかというようなことをすごくこうドキドキしてたポルトガルがいよいよみたいな話が出てきたということで、本当に今日は楽しみにしてます。はい、はい、ですからちょっとその辺、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、このアップデートをですね、一番おそらく楽しみ、そしてお客様にですね、喜んでいただけるということで、今日楽しみにしてました。岡崎さん、よろしくお願いします。インベストメントアドバイザー岡崎です。よろしくお願いいたします。はい、今回のアップデートはどうですか？意外でしたでしょうか？そうですね、意外というか、まあ、これもありかなと思ったんですけど、やっぱりコロナがですね、やっぱりポルトガルもですね、まあ、他の国と同じようにですね、感染して、まあ、移民局の手続き等々がですね、なかなか進まないという状況でもあるんですよね。まあ、通常よりと比べますと。したがってですね、今までは、つい最近まではですね、このゴールデンビザプログラムの変更が今年の6月30日以降、7月1日以降は、まあ、また変更されてしまうということがですね、実はこれ去年の12月に政府の発表の時はそういうふうに発表されたんですけれども、結局直近1ヶ月弱ぐらい前に発表された政府の報告によりますと、結局今年の12月31日までは現行のプログラムをして、で1月以降から新しいプログラムに変更する方向、これが一応発表されています。ありがとうございます。ということで、まあ、かなりですね、この急な変更だったもので、非常に急だなということで、まあ、私たちこのライブセミナーでも情報の方を皆様にお伝えさせていただきましたが、そちらがまあ今年いっぱいに延長されるということで、まあ、少しその詳細につきましてですね、また今日はお話ししていただければと思いますが、まあ、初めてご覧になっている方もいらっしゃる可能性もありますので、まあ、ゴールデンビザの簡単な概要から入って後半の方ですね、その詳細についてお話しできればと思っております。お願いいたします。ゴールデンビザはですね、これポルトガルだけじゃなくてですね、いわゆる南欧の国々、スペインとかギリシャとかマルタとかそういうところがですねやってます。まあ、不動産を国々によって若干違うんですけども、まあ、基本的に不動産を買ってですね、そうすることによって長期居住プログラム、居住ビザがもらえると、そういうプログラム、これをゴールデンビザと呼んでまして、ポルトガルでは2012年の10月からスタートしてます。そしてですね、条件としましては、不動産、正直言って不動産以外の投資オプションもあるんですけども、今回は最も人気のある、まあ、不動産の話ですね、ちょっと集中してお話ししますけれども、まあ、50万ユーロ以上の不動産であれば、どんなタイプの不動産、ポルトガルのどこであろうとも構わない、その50万ユーロ以上の不動産を買うか、あるいは35万ユーロ以上、これには条件がついてまして、築30年以上の古い建物を中をリノベーションをして、そして、まあ、きれいにですね、作ってそれを住めるようにすると、そういう条件を満たす不動産は35万ユーロ以上の物件でもいいと、まあ、この2つがですね、不動産の、まあ、そういう、まあ、選ぶ選択の2つがこの50万ユーロあるいは35万ユーロ以上の物件ということになります。そしてこれを買ってですね、まあ、その後ゴールデンビザを、まず不動産を買って、その後ゴールデンビザの申請をするんですけれども、ビザのカードがおりましたら、当初は1年間有効なゴールデンビザカードで、その後2年の更新を経て、そして5年経ちますと、今度はポルトガルの永住権あるいは市民権、市民権ならパスポートがもらえるんですけれども、まあ、これの申請が可能になると、こういうプログラムです。ゴールデンビザ、いろいろとヨーロッパの方でですね、人気が高く、いろんな国で採用しているかと思うんですけれども、はい、改めてやっぱりポルトガル、かなり人気が高いというのは世界的に見てもそうだと思うんですが、その魅力っていうのはどのあたりなんでしょうか？そうですね、基本的にですね、国によって、スペインとかですね、50万ユーロ以上というところで、35万ユーロ物件は比較的、割安感があるということと、買ってですね、その不動産をですね、賃貸に出すとか、あるいは不動産を買ってポルトガルに
住みますとですね、働くこともできるし、起業することもできるし、もちろん学校に行くこともできる、ものすごく自由なんですよね。なかなかですね、ゴールデンピザを買うと働いてはいけないとかですね、そういう条件付きのところもあるんでですね、そこら辺がすごく自由です。そしてですね、特にですね、まあ、ここの次のページに書いてあるかもしれないんですけども、まあ、ポルトガルに住んで住みますとですね、そこのポルトガルに、まあ、年間183日以上の課税居住者、まあ、長く住むことになりますとですね、約10年間、まあ、そういう状況で初めて住んだ外国人には、海外で稼いだ所得のほとんどがポルトガルで課税されないっていう、まあ、そういう税金のメリットもあります。これはですね、ゴールデンビザを買う人じゃなくて、ヨーロッパの他の国から人も対象になりまして、これがやっぱポルトガルですごい人気の理由の一つなんです。でそれとともにですね、ビザ取得して5年経って永住権だけでなくてですね、市民権まで申請できるって、これはすごく魅力があると思います。なかなかですね、市民権パスポートをですね取得するためには、他の国ですと5年間のうちもうずっとほとんど4年2ヶ月以上ずっと継続して住んでいてくださいとか、市民権もらえるのが10年以上とか、なかなか市民権でもらえないんですけども、ポルトガルは市民権の申請ができる、これがすごく魅力だと思います。あとポルトガルでの年間の必要滞在日数っていうのがありまして、これはもう年平均7日間だけポルトガルに来てくれれば、このゴールデンビザ維持できると。で、5年経ったら不動産も売ることができると。まあ、この辺が魅力だと思います。かなり自由度が高いというのと、はい、あとはやはり今日本で働いていらっしゃったりだとかですよね、あまり渡航ができない方でも、まあ、取得して維持がしやすいというところが一番魅力だったのかなと思いますけれども、このゴールデンビザの、はい、世界的な人気度というのがこちらにございます。かなりたくさんの方が申請されているビザなんですね。そうですね、2012年の10月からの数字でですね、もうほとんどあれですよね、今年は投資家数、まあ、1万人に近くなると、そんなような感じでしょうね。で、国別ではここにありまして、これは2012年からの累計ではあるんですけれども、まあ、やっぱり中国の人はですね、多い、これはどこの国でも同じですけれども、この比率が下がってきてましてですね、直近では中国の人はやっぱ 30% 弱ぐらいになってきて、こうやって分散してるんですけども、括弧で書いてありますが、アメリカ人の人がですね、ポルトガルを気に入ってですね、ゴールデンビザを取得してやってくると、この数がすごく増えてるんですよ。で僕ね、先日そういうアメリカ人向けのですね、そのゴールデンビザ等々を進めてる、まあ、ゴールデンビザっていうかポルトガルがいいですよってことを進めてる、そういうビデオ等々見てたんですけど、ものすごく積極的っていうか強く進めてますね。ものすごくやっぱり住むリビングコストがですね、アメリカと比較して圧倒的に安いということがやっぱり一番の魅力なんでしょうけれども、それに加えてやっぱり外国人をすごく優しく受け入れる、そういう雰囲気のある国でですね、すごくそういうリスランキングもあるんですけども、そういう面ではすごくポルトガルの、評価が高いんでですね、そこら辺をこう、アメリカ人の人にですね進めてると、そういう、まあ、これもアメリカ人なんですけども、アメリカ人がアメリカ人、ポルトガルに住んでるアメリカ人が現地のですね米国のアメリカ人に勧めてるっていうからしてですね、積極的にマーケティングしてるんでですね、これも影響があるのかなと思って、この前それを再発見しました。そうですね、比較的日本から見ると遠いイメージのあるポルトガルも、アメリカから見ると非常に近いですし、遠くないですもんね、そうですよね。それからやっぱりちょっとこうバカンス的なイメージでしょうか、バケーションとかでやっぱり少しこうラテン系の国に行かれる方、メキシコなんかに行かれる方も非常に多かったり、なんかそういう雰囲気、人の雰囲気っていうところがもしかしたらそういう、ゆったりと過ごしたい方なんかには人気なのかもしれないですよね。ヨーロッパのハワイとか言ってましたね。そうですよね。なんかそんな位置づけなのかなという感じがいたします。はい、そして一番人気なのが不動産投資ということで、まあ、実際には投資オプションは他にもあるということが、今先ほどですね、おっしゃっていただいてたんですけれども、実際には9割以上がもう不動産ということですね。はい、岡崎さん、ちょっと音の方が。
あ、大丈夫ですね。そうですか、はい。あ、声聞こえますか、はい。あ、今聞こえます、はい。こちらは9割以上が不動産投資ということですけれども、この傾向というのはあまり今後も変わらなさそうでしょうか。そうなんですよ。すごく不動産が人気あって、特にですね、リスボンとかポルトとか、やっぱりその都心の不動産が人気ありましてですね、まあ、それの背景が今回の来年からのですね、ゴールデンビザルールの変更につながってきちゃうんですけども、まあ、不動産が最も人気ある、そういうオプションです。ではその、まあ、特に35万ユーロ以上の物件のですね、人気がですね、まあ、極めて最近上がってきてまして、まあ、品薄状態というような形になってます。まあ、この人気度の高さというところもあって今回その条件の変更等が出てきたということですよね、はい、その2020年からのですねこの投資オプション、まあ、不動産投資というところはこのまま残るんですがその内容がちょっと変わるということでその実際の変更内容がこちらになります。はい、はい、ここにですね今回の変更の内容がですねかなりまあこの詳細の発表を待たれていたんですけども、これが発表になりましてですね、簡単に説明します。まず不動産投資自体のですね、金額にはですね、変更なりません。50万ユーロないし35万ユーロ。ところがですね、不動産を投資できるエリアにですね、地域に制限が導入されます。特にですね、リスボンとかですね、そういうポルトとか、あるいはそれを結ぶ沿岸地域とかですね、あと、南の方にですね、あるですね、そういうアルガルベの中でもですね、ファロとかそういうその都市の一部のそこら辺はですね、まあ、そこに投資をすることはできるんですけども、その投資をすることでゴールデンビザを申請することができなくなると、そういうような制限が加わります。でまあ、目的はですね、その人気のあるですね、人気が集中しすぎるところから内陸部にもっとポルトガルに素敵な場所がありますよと、まあ、ポルトガルの政府はですね、強調して、まあ、そこに今資金をですね、投資家の資金をですね、投資をしてほしいということなんですけれども、いわゆる内陸部のですね、まあ、都市、あるいはですね、マデラ島とかアゾレス諸島とかとても素敵な、まあ、大西洋のそういう島がポルトガルの領土なんですけどもここら辺はですね、まあ、今まで通りは投資できますけどやっぱりリスボンを中心とするところに、ね、投資をしてゴールデンビザが取得できなくなるっていうのはこれは大きな変化だと思います。ただ最終的にですね最終的にそれはあくまで居住用の不動産が対象であって商業用コマーシャル物件とかですねその他工業用物件とかその物件はリスボン等々の大都市の物件は、まあ、それでしたら、まあ、投資はできるとこれが残りましたんで現地の不動産会社の人たちはちょっと一安心とよかったなとそういうコメントをですね言ってるそうです。なるほど。小森さん、このあたりちょっとエリアっていうところではどうでしょうか。不動産は結構場所によるというところがご意見ではないかなと。ね、ちょっと僕の方で共有してもいいですか、じゃあ。はい、今ね、その、なんていうんですか、場所今、アゾレス諸島とかですね、まあちょっと出てたやつをですね、ちょっと私今調べて出しているので、ちょっと今から共有させてもらいますね。はい、ドン出ました。はい。ですね、アゾレス島がですね、ここですね。ちょっと遠いですね。これ飛行機で、いやいや、でもね、ここら辺はね、リゾート地としてものすごい人気あるんですよ、イギリス、ね、すごい綺麗ですね。ちなみに、綺麗、はい、こんな感じですか。飛行機ってどれぐらいなんでしょうね、国内線で3時間とかかかるのかな。弱ぐらいじゃないかな、うん、ものすごく花の綺麗なですね綺麗な花が咲くですね花の島って言われてます。とても素敵。なるほど。僕行ったことないんですけどもそういうふうに聞いてますね。なかなか綺麗ですね。確かに素敵な、すごい自然もすごく豊かな自然が残っていてですね。なるほど。じゃあちょっとGoogle 先生がどこまでやれるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけどもちょっと一回 Google あ、待ち
宇部先生にちょっとお願いしましょうか。じゃあこのアゾレス島の案内を。マデラ諸島の方がいいんじゃないかな。マデラ諸島、マデラ諸島ですね。もっとえぐいんですけど、ここ、これ、マデラ島、これなんですよ。見ました。ちょっと引きますね。引きますよ。はい、出てきました。おっと、モロッコ、ウエスタンサハラ。モロッコが一番近いですね。そうですね、モロッコは結構女性なんかには旅先としては結構人気が高いんですよ。なのでちょっとこうリゾートっていう感じですよね。海の感じとかも。まさにそうですね、はい。でですね、写真でいくとですね、どんなところかというと、まあ確かに良さそうな感じはしますね。これあんまり人は住んでなさそうですけれども、ホテルとかが多いんですかね、もしかしたらね。いや、住んでます。実はね、実は我々のお客様でですね、はい、今度まあ、もうゴールデンビザ申請されて、移民局にですね、行ってですね、まあ、生体認証って言って、指紋を取って写真を撮ると、そういうことをするために行かなくちゃいけないんですけども、その方が予約をしたのが、このマデラ島のですね、移民局に来てくださいっていうですね。それは指定なんですか、向こうから。いや、これは移民局の方からですね、はい、ご希望の時期に、ここで空きが出てたからどうですかっていう、そういう。あ、オファーが。オファーなんですよね。だからそれで、行くという形でですね、決められたんですけれども。まあ、こんな感じですね。なんかそういう、ちょっとなんて言ったらいいですかね、こう、一回は行ってもいいかなっていう感じはしますけれども、実際もうちょっと綺麗なところ映してくれません？なんか実際住んでる方どれくらいいるのかなっていう、ちょっとすいません、都会暮らしに慣れてると言いつつもそんなに長くはないですけれども。まあでもなんかこうあれですね、なんかなんていうんですかね、日本でいうところの沖縄じゃなくて、石垣島とか、あ、宮古島とか、その若干そんな雰囲気が、大きさ比較してないんですけど、どうでしょうね。沖縄、これは街中です。あ、でも結構そうですね。あ、すぐ海が出てくる感じですね。そうですね。これどうですか、こういうの。これだと。グアムとかあんな感じですかね。あ、そうですね。いいこと言いましたね。グアムですね、これまさに。まさにグアム。もう少しリゾートっぽいとかあるような気がするんですけどね。なんか海の感じはちょっと違いますけれども、うん、なんかこう、なんていうんですかね、多分産業とか人が住んでる感じとかは、はい、もしかしたらグアムとかああいうところに近いのかな。若干熱海感がありますね、これ。ここのだけ見ると熱海な感じが。いや、ね、見てる方はもう少しご自分でですね、調べてください。失礼しました。一応ちょっとですね、もうちょっと素敵だろうと僕は思ってるんですけど、一応ちょっと、はい、ありがとうございます。ちょっと島を調べてたので、はい、ご参考までと思いました。はい、では、その内容ちょっと詳細の方ですね、見ていく前にですね、不動産以外の投資オプションの方も今回変更があるということなんでしょうか。金額とか変わってるんで、それをちょっとお伝えした方がいいですね。そうですね、はい、こちらですね、ですね、2022年からの投資オプションの変更、以下のようなです、ね、投資オプションがありまして、それの変更があります。ベンチャーファンド、プライベートファンド、これは上場はしてない、まあ、5年間ないし6年間お金がそこにこう、ね、置いとくという形のです、ね、投資ファンド、これはですね、結構また最近人気は出てきている投資オプションなんですよ。不動産買うのはやっぱりこう気に入った不動産をですね、探すのに時間がかかったり、今現在なかなか向こうに行ってですね、現地で物件見れないっていうことなんで、こちらの方は手っ取り早いと。だから中国の投資家なんかですね、この35万ユーロのですね、まあ、ファンド投資をして、ゴールデンビザを申請するというようなことがですね、かなり数字は増えてきているんですけれども、まあ、これが、まあ、金額が50万ユーロに引き上げられます。あとですね、まあ、資金移転、これは向こうにまあお金を送ってですね、まあ、預金をするという金額なんですけども、これが従来100万ユーロだったのが150万ユーロに引き上げられます。うーん、あと雇用創出、これは向こうに会社を作ってですね、そして向こうの雇用創出をするということによってゴールデンビザを取るという、そういうオプションもあるんですけども、ただ実際これをやってる人は数少ないですけれども、まあ、従来35万ユーロ、そして、まあ、3年連続5人のですね、
継続的な雇用を作ると、これが条件ですけど、この、まあ、投資金額が50万ユーロに引き上げられた。あと科学技術関連への投資というこういうオプションもありまして、これも35万ユーロから50万ユーロに引き上げと、まあ、こういうのがありました。なるほど。全体的にやっぱり経済的にね、はい、メリットが大きいような手段を取られてるんだと思いますけれども、これ預金とかって現地で引き出したりとかはやっぱりできないんですよね。できないけども、100万ユーロは最低、今まではね、100万ユーロはずっとそこにキープしていてくださいと、うんうん、まあ、そうなるとやっぱり不動産とかの方が、まあ、住むとかなればですね、実用性が高いのかなという印象ですね、はい。まあ不動産は買ってそれをね、自分が住まないでも賃貸出してね、収益を生むってことができますし、また不動産価格の上昇もですね、やっぱりヨーロッパの他のですね、国のですね、首都のですね、まあ、リスボンですけども、リスボンは首都ですけども、やっぱりそこの不動産の価格等々と比較したりですね、賃貸の金額を、賃貸価格を比較すると、やっぱりポルトガル、まあ、リスボンだけじゃないですけども、やっぱり割安感が強いんですよね。したがって、まあ、だんだんそれがですね、上昇するっていうことがですね、かなり見込むことができるということもですね、まあ、不動産価格が安いということもですね、すごく魅力でですね、そういう面では不動産投資がの魅力としてはそれも大きいと思いますね。ということで、まあ、今回ですね、まあ、変更が不動産投資だけではなくて全体として、されているということですが、はい、まあ、そのポイントをですね、こちらにまとめております。まあ、大都市から内陸部への不動産投資を増やしましょうという形で、まあ、内陸部というのはですね、まあ、さっきの地図にですね、いわゆる内陸部はどこですかというのがちょっと、まあ、この赤い、まあ、これだ、こっちの方がいわゆる内陸部ということで、この、青い色がですね、まあ、沿岸地域で、こちらが、まあ、投資の対象が今回ですね、ゴールデンビザの投資の適格から外れてしまうこの地域がこの青でですね、この赤っていうか茶色い方にですね、投資をしてくださいということになるんですけれども、ただ厳密な内陸部のこうどこですかっていう厳密なですね、詳細はですね、まだちょっとこれからの発表なしというところも残ってるんでですね、こことここと、まあ、どこで線引きするかっていうのはですね、まだ残っているそうです。まあ、とはいえやっぱり人口の多いリスボン、はい、ポルトはもう間違いなく除外されるだろうな、それ間違いないですね、それも明らかですよね。そうですね、はい。まあ、この理由なんですけど、まあ、狙いなんですけれども、内陸部への不動産投資および人口低密度エリアへの投資を促進しましょうと、それから、まあ、リスボンやポルトの不動産価格の上昇にブレーキがかかるんだったらかけたいと。ただ正直言うと、リスボンでですね、不動産買ってる外国人の中でゴールデンビザの投資家の比率はですね、決して高くないんです。ゴールデンビザっていうのは原則的に EU 以外の第三国の人たち、したがってまあアジアの人とかアフリカとか、まあ、アメリカが対象になるんですけども、決済問題、ヨーロッパの他の国からフランスとか北欧とかイギリスとかそこらから縁の人がたくさん来てるんですよね。そして不動産買ってるんで、まあ、彼らの買ってる比率の方がずっと大きいですから、まあ、ゴールデンビザが約 10% か 15% ぐらい、それ以外は他の外国人が買ってるんでですね、このゴールデンビザの変更で不動産価格にブレーキがかかるかというと、その効果についてはちょっとクエスチョンマークではあるんですけれども、あとですね、まあ、ここには人口低密度エリアの定義とか書いてあります。まあ、そうですね、大都市からその他の地域への不動産投資を促進したいということが目的の一つです。それからまあ、プログラムの2番目の狙いとして、まあ、不動産以外のオプションもありますよと。でそれをですね、投資を増やしてしたいと。これもですね、2番目の目的としてありましてですね、まあ、特にファンド投資とかプライベート投資、プライベート、まあ、プライベートエクイティ投資と言っていいと思うんですけども、それはですね、
不動産を買うよりは そこへの投資を通じて経済自体に流れていくお金が大きいだろうということでですね、そういうような不動産を以外の、直接的な経済へのプラス効果、これも期待するとというような、ことがですね、2つ目の狙いとしてあります。はい、ということで、期限自体はですね、年末まで伸びたということですけれども、条件変更自体は変わっていないということですので、これから約そうですね、8ヶ月程度あと残りありますけれども、岡崎さんの方からどのような、アクションを取った方がいいかというところをぜひ教えてください。はい、不動産投資をですね、してですね、ゴールデンビザを申請するんですけど、不動産ゴールデンビザの申請はあくまで不動産投資が完了してから、不動産の契約売買契約が結ばれてからゴールデンビザの申請をするんでですね、最初不動産選んで、それに手付けを打って、あといろいろ弁護士事務所の契約を結んで銀行口座開設してって結構時間かかるんですよ。2ヶ月半から3ヶ月かかるという形で、12月のギリギリの申し込みに間に合うためにはですね、やっぱり本当に遅くてもですね、10、11、12、10月ぐらいまでにはですね、不動産を決めてですね、やらなくてはいけないということなんで、あんまりギリギリはですね、これをお勧めしない。やはり弁護士事務所もですね、やっぱりすごく忙しくなってきて書き込みが来るんでですね、という形で残される期間はですね、年末まであると思ったらそうではなくてですね、年が 12-3 でですね、9月ぐらいまでですね、の投資 の、期間が残っているということなんです。ただですね、やっぱり一番人気のあります35万ユーロ物件というのはやっぱりプロジェクト自体の数が少ないし、でもうそのギリギリにですね、35万ユーロのプロジェクトがマーケットに出てくるということも考えにくくてですね、だから35万ユーロ物件に投資したいなと、安くて魅力的だなと思っていてもですね、そこまで待ってるともう投資のオプションがなくなってしまうというなる可能性、これは極めて大なんで、もし35万ユーロの物件をですね、興味ある人はそれこそ本当に今からでもですね、もう正直言ってもう残り少ないような状況でですね、出てきたらこれがまたすぐなくなってしまったのが35万ユーロなんでですね、その辺を考えて、できるだけ早くですね、行動を移されることをお勧めします。はい、ありがとうございます。はい、はい、実際にちょっと今日物件をですね、ご紹介いただけるということなんですけれども、今日ご準備いただいているのは、35万ユーロ物件ということでしょうか。そうです、2つとも35万ユーロの、持ってきましてですね。はい、では2つご準備いただいているということで、まず1つ目からいきたいと思います。こちらですね。あ、これね、これはですね、リスボンの中心よりちょっと北のところですね。リスボンの中にですね、セントジョルジュ城とお城があって、その裏あたりの地域なんですけども、ここに35万ユーロ物件で、本当に比較的ですね、広くてですね、ずいぶん広いなと、いいなという物件が出てきました。ただ値段はですね、35万ユーロ物件であってもちょっと高めの物件なんですけれども、でこれはですね、今年の7月ぐらい完成の予定で、物件は46万ユーロ以上ですけれども、我々がコインにしている向こうの不動産のですね、インベストメントアドバイザーだと、この値段をもう少しですね、安くする交渉ができる可能性ありと、そういうふうに言ってます。ただこれもですね、若干値段が高いんでですね、まだ残ってはいるんですけれども、これ35万ユーロ物件。の例の一つです。はい、ありがとうございます。下の方に値段とかですね、広さとか、これ綺麗でしょ。これは出来上がりの完成予想。ちょっとお写真の方を皆さんにお見せしたいんですけれども、白ベースですごくあれですよね。清潔感ってなんていうんですかね。どんな方にも気に入っていただけるような作りなのかなと思ってますが。ですね、物件のリノベーションとちょっと思えないぐらい、もう新築みたいな感じでしょ。あ、そうですよね、これリノベーションですよね、ちょっと忘れてました、ね、見ながら、あ、これあれですね、でもイメージですよね、一応イメージではありますね、はい、はい、でもね、
大森さんもね、一緒に行って見たと思いますけど、向こうの出来上がりの水準、極めて高いですよね。そうですね、クオリティは例えばなんですけど、日本と違ってドアなんかガラスを使ったもの、まあ、いわゆるホテル系形式とかでよく使われているようなガラスものが多かったり、あとはドアのやっぱり大きさが、まあ、日本だったらまあ大体こう2メーター10とか2メーター20ぐらい切ってるものが多いんですけど、まあ、天井が2メーター40とかですから、ただもう結構天井までこう ほぼギリギリまでドアが蹴られてたりするのも多いですし、まあ、そういう意味ではですね、結構なんていうんですかね、もうもともとある引き渡し受けた状況で、そこそこのデザイナーズ物件っぽいような雰囲気がやっぱりあるので、そういう意味では結構なんていうんですかね、こう、まあ、よく言うんですけど、壁紙が剥がれてるとか、ちょっとここに傷があるとか、なんかこう床をこう虫眼鏡で見ると、ちょっとここ傷ありますねみたいな、日本的なこうクオリティではなく、まあそういうのは多少あるんですけど、パッと見た瞬間、おいいなというような感じの物件が多いですね。天井も高いしね、あとキッチンのアプライアンス、システムキッチンもですね、私が見た2軒、3軒、みんなドイツのボッシュのですね、そういうシステムキッチン使っててですね、すごくこう高級感がですね ありましてですね、相当レベルの内装等々のレベルが高いと判断してもらっていいと思います。でこの物件はですね、広いんですよ、本当に93平米で価格46万ユーロなんですけども、やっぱりね、35万ユーロ物件は若干小さめでですね、そうですね、47、8平米から60平米ぐらいっていうのが多いところなんですけども、ここは場所がどういうわけかですね、すごくですね広くて、まあ、値段がその分ちょっと割高になってますけれども、まあ、これはこれでですね、すごく魅力的な物件かと思います。はい、ありがとうございます。でもう一つですね、今回ご準備いただいてますのがこちら、外観の方から先にお見せしたがいいですか、ね、写真を見せてあげていただけますか。はい、こちらの物件はですね、こちらですね、ちょっと今共有いたします。はい、外観がこちらになるんですかね。はい、聞こえますか。はい、はい、大丈夫です。このね、赤い建物なんです。これ改築前のですね、物件なんですけども、後ろに見えるのがですね、1976年橋っていうですね、まあ、定常川にかかる橋で、この辺りはアルカンターラっていう地域なんですけれども、ここに以前あったですね、まあ、工場のがまあ、すっかり改造されて、そこにですね、可愛らしいお店とかレストランとか、あるいはみんながこう楽しめるところがですねあって、もうリスボンの新名所としてですね、トゥーリストなんかにはすごく人気のあるですね、そういう地域になって、まあ、川も近いんでですね、まあ、そこの一角の物件で、現在のコロナの状況が収まったら、まあ、Airbnb なんかに使えばですね、ものすごいですね、人気が出るだろうと、そういうような物件が出てきました。これ実はまだですね、正式にまあ、紹介はされてないらしいんですけども、事前にですねこの情報を得ましてですね、まあ、金額は35万5千から39万5千ぐらいのですねプライシングで、約45から50平米ぐらいのですね、そういう物件なんですけども、大森さん、アルカンターラのその、さっき地図でお見せしたところ、ちょっと見せてください。はい、じゃあちょっと共有しますね。はい。場所がですね、この辺りですね。ちょっと引きますと、はい、リスボンの、まあ、中心地。そうですね、車で、まあ、7、8分ぐらいのところですね。観光地にアクセスがすごくいいところですよね。そうですよね、リスボンからもちろんタクシーはありますけど、バスもあるし、すぐ来れるところです。そうですね、こう一目盛りがね、500メーターが
この右下に書いてあるんですけど、多分直線距離で多分4キロあるかないかぐらいじゃないですか。うん、だから歩いても、ね、まあ、3キロぐらいですかね。歩いて順前こうリベルダーデまで行けるぐらいの距離感ですから、そういう意味では非常に近いっていうか、そうですね、いわゆる、まあ、東京でいうところの、まあそうですね、三茶ぐらいの感じですかね。三軒茶屋とか。はい。まあそんなね、歩いて渋谷行きますよぐらいの、そのぐらいの距離感ですかね。で、こういう感じになってまして、ね、このあたりの、まあじゃあ、どんとこう降りてみましょう。Google 先生がちょっと今行きましたですね。いいですね。うん、あ、これですよね、建物ね、はい。はい。そうそう、いい感じですよね。いやー、やっぱなんか見晴らし、まあ、ね、見晴らし、このなかなかこう、なんて、ちょっとこう、丘の上感がいいですね。うん。そうですよね。結構私、スペインとかに行った時に、Airbnb、それこそやっぱり内装をですね、リノベーションしている、かなり古い、旧市街の中とかにいたりしたんですけれども、まあ、観光地のど真ん中じゃなくても、ちょっと離れているところ、結構そうやって宿泊される観光客とかもやっぱり多くって、なので、これぐらいの距離感だったら十分ありえるんだろうなという感じがいたしますね。これはね、リスボンのど真ん中からはよりはちょっと離れたけど、ここ自体がもう観光地なんですよ。でここにいてですね、大森さん地図で、ね、LX ファクトリーっていうのがこの場所のちょっと右上の方に歩いて、 LX ファクトリーです。ちょっと待ってください。 LX ファクトリーですね。中心地までも結構近いですよね。もうちょっと大きく、あれどうだろう。近いですよ、こう、どの辺ですか。この辺ですか。ここら辺に、これ、あ、これ、これちょっと、この辺を見せてくれます。はい。こういう、これ何ですか、これ。いや、これ、そうそう、こういうのがですね、元のなんか工場だったところがですね、こんな風にですね、生まれ変わってるんですよ。はいはい、再開発で、はいはい、それこそ商用にいろいろと海際の物件って言ったらいいですかね、工場とかなんていうんですかね、倉庫ですよね、多分倉庫が、はい、マーケットとかになったりとか、はい、さっきの図書館か何かですかね。はい、そんでね、川沿いにですね、広い、いわゆる歩行者道路があって、その両方にですね、レストランがあって、海の風を、定食は海みたいな感じなんですけども、それをですね、感じながらですね、ワインを飲んだりと、そういうところがですね、あるんでですね、そこがですね、もう人気のスポット。街自体がなんかもうアートな感じですね。おしゃれスポットですね。そうなんです、はい。ちょっと私まだ来た、はい、インスタ映えな感じ、昔の汚い私目線で言うとインスタ映えな感じがしてます。トラベル大好き女子みたいな、世界中の女子たちがここで写真を撮ってる感じがしますね。そうなんです。これね、ロンドンのね、リスボンのですね、もう新しい、まあ、新名所みたいな感じになってるんでですね、そこの本当にもうすぐそばのですね、物件なんでですね、まあ、賃貸、まあ、短期賃貸のディマンドなんかすごく高いところなんでですね。おー、 LX ファクトリーインスタで検索したらですね、ハッシュタグ 22.4 万件出てきました。やっぱり人気スポットです。あ、はい、飲食店も多いですね。多いんですよ、はい。リスボンの旧市街っていうか、それはもうちょっとね、狭くてぐちゃぐちゃっとしてて、まあ、それはそれでいいんですけど、ちょっと違った感じですよね。こういうリスボンもあるという形ですね。なるほど。
ちょっとあの私 の, あの携帯のインスタの方で見てますけれども、はい、かなりアートな写真がたくさん上がっております。あのいわゆる Airbnb 世代がですねかなりあの写真に上がってきますので、はい、20代から40代前半ぐらいの人たちがかなりあのいらっしゃるエリアかなというふうに思います。では実際にちょっとフロアプランの方を、はい、あのお見せできればと思います。ちょっとお待ちくださいね。なんかすごくポルトガルなんですけれども、ポルトガルっぽくないって言ったら変ですけれども、なんかこうちょっと異色な感じの場所ですねここは、うん、どうでしょうね。まあ、あの皆さんのイメージのねポルトガルっていうのとはちょっと違うかもしれないですけどね。そうそう、あのパドガって言ってたポルトガルとはちょっとやっぱり違うかなという感じがしますね。パドガはあるんですね、まあ、旧市街、お城のそばでもそばに細い、うんうんうん、電が走ってるってことはちょっと違いますかね。でも旧市街までも歩いたら30分以内、30分ぐらい行けそうですもんね。そうでしょう。だから私あの、まあ、旧市街っていうかね、あの中心地まで行けますね、はいはい、大観山とかそんな感じなのかなってちょっと思いましたけど今ちょっと発音が悪かったですねどっかの山かと思いました今代々木上原と代官山が一緒になってどっちだっけと思いながら、代官山ですよね。まあ代官山の方が多分近いんじゃないですかね。多分三軒茶屋って感じじゃなくて代官山だろうなと思いますね。今のおしゃれちょっと感じ見たら確かに。おしゃれな感じ見たらちょっと三軒茶屋って言いながら、私三軒茶屋の近くに住んでたんであんまりちょっとあの言いたくないですけれど、代官山ぐらいのちょっとおしゃれな感じですかね。そうですね、はい。こちらはまだそのあれですよね、プランですよね。プランですね、これはあの元のプランで、これはあの、市役所にですねこういうのを作って、まあ、出すそれのプランで、まあ、不動産会社のウェブに出てくるですねプランとちょっと違うんですけれども、まあ、これを見ると大体詳しくですね、もうちょっと下の方に行くとですね、あの、まあ、これはこれどこだ、まあ、こんな感じなのかな。これは何階ですか、そうですね、平米数がだいたい110から150に収まるぐらいみたいですね。でベッドルームがどうだろう、これがベッドルームなんですかね。こんな広くないですよ。これはあの50平米ぐらいですから、これは何階なんだろう、なんだろうな、階に、そしたら50平米だ、こっちですね。部屋ごとが45とか60っていうところかな。そうそうそう、そんな感じですね。はい。はいはいはい。まあ、こんな感じで、ちょっと。で、今のが、そこら辺のところがちょっと、すみません、今戻って、もう少し上に戻って、その一つ上に行っていただいて、そう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 。あ、この辺。この辺がまあ、1、2の3という形の、あれですね。で基本的にはですね、あのスチューディオなんですけれども、あのお客様がですねワンベッドにしたいという希望を出せばですね、中に壁を作ってですねワンベッドルームにもしてくれると、そういうフレキシビリティもあると聞いてます。そうですね、で40平米50平米ぐらいだったらできなくはないですよね。そうですね、ワンベッドにすることによってですね、のその不動産の価値がですねかなり上がるんですってそう言ってましたですね。ですやっぱりスティーディオリビングワンベッドにした方がですね、すぐにそのバリューがですね2万とか3万ユーロとか上がるとそういうようなことらしいですね。なるほど、それはちょっと耳寄りですねそういうのを選ぶか、あるいはですね、まあ、あの家具付き、家具のパッケージ、家具パッケージを選ぶかとか、そういうようなものもついてる、そういうふうに聞いてます。はい、これが先ほどあの地上から見てた上3階部分になるんですかね。そうですね、はい。天井まで 2.95 メートルということで、なかなか高いですね。うん、高いといえば高いけど、まあ、ポルトガルではまあこれぐらいが一般的ではないかなと思います。これは
士官が入ってるわけではないですね。もうちょっと下の方に行くと色のついたページもあるんで。こちらですか。あ、これ、そうです。あ、こんな感じですね。はい。はいはいはい。あ、これはあの横から見て、これちょっと階段がある、この横のとこですよね。これが大体40平米、50平米ぐらいのお部屋が何部屋か入ってるようなイメージでしょうか。40よりは広いですね。45とか50ぐらいが多いんじゃないかな。じゃあ、日本でいうワンベッドルームぐらいの広さのが、一つの階に3つぐらい入ってるんですかね、おそらく。そうですね、3つぐらいですね、はい。うん、はい、ということで、まあ、こちらはちょっと完成しているわけではなく、かなり新しい情報なので、ちょっとあの内装のイメージとかもまだないんですけれども、こちらが比較的その35万ユーロ物件というところでは、条件に近いところかなと。しかもリスボンの中心地にかなり近く、ここ自体が観光地ということですよね。です、なんかいいおしゃれなところだしね、楽しい、ね、そうですね、はい、代官山です住んでもいいし貸してもいいし、そうですね、はい、はい、では、まあ、12月まで伸びたとはいうものですね、まあ、投資までの時間は申請の手続きのですねリードタイムを考えますとあまり長くはないということで、お早めに申請、いただく、申請というかお早めにですね、物件等の検討された方がいいということで、最後岡崎さんの方から今ご検討されている方々に、そうですね、まあ、あの改めて最後にメッセージをいただいて終わりにしていこうかと思いますけれども、はい、あの今ですね、なかなか、まあ、ポルトガルには日本人、あの日々ですね、あの条件は変わるんですけども、現地の日本大使館の情報だと日本人は不要不急のですね旅行はポルトガルには今行けないという状況なんです。だこれがですね、まああのまあ、改善されてくる可能性はあるんですけれども、したがってあの物件をですね、のご紹介は Zoom 等々を使ってですね、やるというのが我々が今最も、まあ、多く行っていて、ただ私が紹介するんじゃなくてですね、現地の、まあ、リスボの中心にあります大手のですね、信頼のできるですね不動産会社のそのシニアなインベストメントアドバイザーと、まあ、日本とを結んでですね、で物件を紹介する、でそれを私があの通訳しながらですねご案内するんですけれども、まあ、現地のそのプロがですね見てですね、この物件日本人は分かんないですよね、リスボンのここにあってそれがいいのか、ね、右にあるのがいいのか分かんないんですけども、まあ、彼で、まあ、ここら辺はこれから発展する地域だとか、この物件は他の近隣の物件と比べてなんか坪単価すごく安く出てるよとかですね、そんなことも教えてくれるんでですね、あのそういうのを聞きながら選んでいただくという形になります。したがってですね、さっきも言いましたように物件にも限りがあるんでですね、ご興味のある方はなるべく早くですねご連絡いただければですね、そういう形でご紹介をしますんでですね、ぜひ早くですねご連絡をいただければありがたいというところです。はい、まあ、申請自体がおそらく、まあ、今回の発表条件変更からかなり増えているというところはあの事実ございますので、まあ、これから、そのスピードはおそらく変わらないということで、年末まで、おそらく手続き関係は混み合うことが予想されます。またあの物件自体も品薄になることが考えられますので、ご検討の方はですねお早めにご連絡いただければと思います。ということで、今回はですねポルトガルの、不動産、を購入する、ゴールデンビザのですね条件変更が、まあ、延長ということでお届けいたしました。また何か、ご質問とあればですね岡崎の方にお問い合わせいただければと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございました。また来週お会いできればと思います。では失礼いたします。